こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はカート取得の戦略について、このお話です。FBA がですね、かなり有利になって、売上がどんどん伸びているというご報告をしたんですけど、それがまた若干変わってですね、値段が優先に、ちょっと変わってきていると。で、カートの、取得要件がコロコロ変わってどうなるんでしょうという相談をね、何件かいただいてるんですけど、基本的にやることは変わらないです。特にホリデーシーズンに向けては、FBA で販売する商品を購入する、値下がりしない商品を選ぶ、そしてリピート販売できる商品を購入すると。で、この3つの条件をクリアする商品を購入するだけですね。カート取得が、例えば自己発送で安い方が有利となったとしても、それがずっと続くということはありえないです。なぜなら、安くしか買わない人に売ってもですね、アマゾンが儲けることが難しいと。ね。安売りは馬鹿にやらせとけという通り、安売りというのは、うまい戦略ではない、うまい戦術ではないです。で、またね、アマゾンの、稼ぎやすい一番の理由が FBA ですんで、結局のところ、FBA で売り続けられる商品を、仕入れて、売っていくしかないわけですね。で、また商品探しで一番大変なのは、どの商品が、儲かるか、それを探す時間ですね。それが一番かかります。ってことは、単発でしか売れない商品をずっと探し続けるっていうのは効率が悪いんですね。ですので、多少カートが取りにくくなろうが、カートを取りやすい時期がずっと続こうが、どっちにしろこの値下がりしない商品、そしてリピート販売できる商品、それで FBA で販売する商品を購入するというやり方は変わらないです。これを変えるとね、逆に Amazon をやる意味があんまりなくなってきますんで、価格差を見つけて、それをどこで売った方がいいか、果たして Amazon がベストなのかどうかっていう選択肢から入ります。またそのね、独自ショップなの eBay っていう方もサポートはさせていただいてますけど、Amazon をおすすめするのはやっぱり FBA を使った Amazon が一番稼ぎやすいというのがね、一番の理由です。物販の中ではね、輸出が稼ぎやすい、輸出の中でも Amazon 輸出が一番稼ぎやすい、アマゾン輸出をやるんだったら FBA を使うのが一番稼ぎやすいということですね。これはいろんな物販取り組んでる方、アフィリエイトで取り組んでる方、そしてね、結構高いレベルで、稼いでる方も会員さんにいらっしゃいます。そういった方も、口を揃えておっしゃるのは、アマゾン輸出がこんな単純なもんだと思わなかったと。ね。他で稼いでる方から言ったらちょろいですねと。確かにこれで稼げなかったら他で稼げるのは無理でしょうというのをおっしゃってます。それは FBA を使って儲けるのは簡単だからということなんでですね。Amazon 輸出であっても FBA を使わないとかね。あるいは FBA を使わんでもベストセラーばかり価格競争に突っ込んでしまう商品しか扱ってないという方は稼ぎにくくなります。稼ぎ方をしっかり学んで取り組む限りにおいては Amazon 輸出非常に稼ぎやすいです。そして稼ぎやすい、一番の条件、FBA があるから。FBA で売るのに大切なこと、リピート販売できる商品、値下がりしない商品を購入するということです。この点をね、再確認して、ホリデーシーズン用の、商品を購入して、どんどん納品していっていただければと思います。また、個別のね、商品の相談なんかについては、お気軽にご相談ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。